ミラノ中央駅ミラノ中央駅の位置ミラノ中央駅、またはミラノチェントラーレはイタリアミラノを代表する鉄道駅。ローマテルミニ駅に次いでイタリアで2番目の乗降客数であるだけでなくヨーロッパの鉄道駅としても主要な駅の一つである。ミラノ中央駅内部トレインシェットシンプロントンネルの開通に伴う新たな交通量の需要を支えることができなくなった。 古い中央駅の代わりに建設が計画され、まだ設計図すらできていなかったが、1906年4月28日に、ビットリオエマヌエーレ三世王が、新駅の最初の石を置くセレモニーを行った。1912年に設計者が決まり建設が開始されたが、第一次世界大戦とその後のイタリアの経済危機の影響で工事は、途中何度も中断した。 1922年にファシスト党のベニート・ムッソリーニが首相になるとファシスト政体の権力を象徴するような権威主義的なデザインが付加され駅舎は荘厳で豪華な仕様に変更された。中断していた工事は1925年に再開しプラットフォームの配置の変更と鋼鉄でできた巨大な大屋根の設置が行われた。そして1931年7月1日に 郵政通信大臣、コスタントチャーの臨席の元駅は公式に落成した。近年では老朽化を受けて大掛かりな修復、改善作業が2005年から2008年にかけて、フェロビエデロスタートグループの一社、グランディスタツオニにより行われ、建設中の高速鉄道もおとりのミラノ・ベネツヤ、ミラノ・ローマナポリ、ミラノ・ジェノバ各線の唯一の集結点となる予定である。 駅は1912年のデザイン最終コンペで優勝した建築家ウリッセスタッキーニが設計したユニオン駅を参考にしたと言われているただし建設中に設計の変更が行われた建物前面は幅200メートルあり天井高は72メートルに達するこれは当時記録的な大きさだった最前部はガレリーア・デッテ・カロッツェと呼ばれるアーケード式の 車寄せだったが、現在は歩行用のコンコースとなっている。プラットフォームは、アルベルト・ファーバによる、全長341メートル、66000平方メートルの鉄とガラスのトレインシェットで、覆われている。建築様式は一つでなく、リバティ様式や、アールデコの影響を受けた、混合様式である。建築家、フランク・ロイド・ライトにより、世界で最も美しい鉄道駅と称された。 21番線には、王の部屋と武器室に分けられた、サボヤ家と王室の待合室、王の間がある。ミラノ中央駅の線路は行き先により、以下のように分類できる、1日平均計500本の列車で毎日約32万人の旅客、年間では、計1億1680万人が乗降している。国際列車、編集朝のミラノ中央駅行き先、国内列車、 編集国際列車も多いフランス TGV 行き先、週内、週間列車、編集駅に残るファシスト等、結成9周年を記念したファスケスのレリーフ1964年の、駅の様子主な行き先、詳細は、チェントラーレ駅を、参照路面電車の後、9、10トロリーバスの 90,91,92,N90,N91, 90シバスの 42,60, 八十一、八十七、八十七ナノメートル二、ナノメートル三、n 二十五、n 二十六、n 四十二、七百二十八グランディスタチオニー、ビットのデータハット、カサベラナンバー七百十二千三年四月、エイ,ディタイリターやる遺参照ありがとうございます。